First up is Momoiro Crowbar Z. The energetic idol group has created a worldwide frenzy. They performed across the US in 2016 for their first international tour. Now their Momonofu fans span the globe. From a collaboration with the legendary band KISS to the theme song for Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, Momoiro Crowbar Z knows no boundaries. Here's the Pretty Guardian Sailor Moon Crystal theme, Moon Pride. にもファンが多いももクロなんですけれども、うん、はい、今衣装を着てらっしゃるのもちょっと和のテイストが入ってるじゃないですか、はい、そうなんです。この和っていうテーマはやはりずっと最初から大事にされてるものなんですか？あんまりイメージない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私たち結成当初は和をモチーフにしたグループだったんですよ。
だからちょっと衣装にもこういう和のテイストが入ったりとか、楽曲にも和楽器とか取り入れてる楽曲も多かったりとかして、その和の部分とアイドルっていうものの融合っていうのをちょっと皆さん楽しんでいただけてるんじゃないかなと思ったり、海外に行った時とか、私たちと話したくて日本語を勉強しましたって言ってくださる方がすごい多くて、ファンの方から歩み寄ってくださるっていうのがすごく嬉しいなと思って、ちょっとでもこう日本と世界の架け橋になってたら嬉しいなと思います、レニちゃんはこのウィズコロナの時代、ももクロの一員であることを忘れかけた時間があったって、どういうことですか？私たちあの結成13年目に今年なるんですけど、ここまで毎日メンバーと会わなかった時間だったり、こう仕事に行かなかった時間が本当になかったので、テレビでももクロとか見ててもなんか客観的に見てしまうというか、自分じゃないみたいな。そうなんです。ゴールデンウィークの期間とかもももクロのライブ配信ウィークみたいなのがあったんですけど、それもなんか自分のように思えなくて、もしかしたら私ももクロじゃないのかもって心配になっちゃったんだ。メンバーでフォローし合ったりだとか、しっかりっていうのはなかったの？確認の連絡とか来ました。そうですね。私ももクロだよねって感じ、急にあの夜中に電話かかってきて、なんて、私ももクロなのかどうかが分からなくなっちゃうとかそういう不安になることあるっていう質問が来たりとか、だからレニちゃん大丈夫だよ、レニちゃんはももクロだよって、みんなで言い聞かせて、みんなで言い聞かせて、でもそうやってサポートしてくれるメンバーが近くにいるっていいですよね。本当もうだって一人だともう誰に聞けばいいか分かんなくなっちゃうので。そうなんです。もしあのお困りになった際私たちに聞いてください。かしこまりました。 SOS のライフラインがあるってことですね。ホランさんだよっていうふうに私たち言いますから。さて、インターナショナルファンの皆さんも愛を届けたいということで、スリランカのサムダヤさん。はい、サムダヤです。よろしくお願いします。コロナウイルスの状況の中で、ももクロの音楽っていうのはどんなパワーをくれましたか？このご時世でネガティブになったりマイナス思考になったりする場合があるんですけども、明るいダンスとか歌声を聞いてて元気をすごいもらえてます。やっぱり元気とかパワーとかっていうものを全世界に届けてるんですね。そうですよ、音楽の力ってこういうことだなって改めて感じます、さあもう一方。はい、アメリカのジャスティンさん。ジャスティンさんマッスル、かなり筋肉ムキムキな感じのジャスティンさんですけれども、あのももクロを好きになったきっかけって何だったんでしょう？Really, anywhere around the world, people know Momokuro. They're really world famous. I couldn't help but hear about them and really finally got together and said, well, I should really check out one of their albums. And I bought a couple of their albums, and as expected, it was really awesome, much like tonight's performance was really amazing. When and where do you listen to their songs? Well, you know, a lot of people like to drink coffee when they need a pick-me-up.But for me, I don't drink coffee, I listen to music. And really the great thing about Momokuro is their music is energetic but also positive. Momokuro can pick me up and make me feel good at the same time. というメッセージいただきましたけども、いかがですか？あの離れていてもこうやってつながってるような気がしますし、パワーが届いてるんだと思って嬉しいなと思いますし、こうして私たちも今日パワーをもらったなと思います、ありがとうございます。ありがとう